ピーサー。はい、皆さんお待たせいたしました。本日もエアポートウォーク名古屋にお越しくださいまして誠にありがとうございます。こんにちは。見えてるのかな。さあ、まずはですね、みんなでこんにちはのご挨拶元気いっぱいいきますよ。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとう。とっても元気な声が聞こえてきました。さあ、今日はですね、こちらのステージで何をやるかというと、なんとエアポートウォーク名古屋10周年ということで、10周年のお祝いに中日ドラゴンズのマスコットキャラクタードアラが来てくれています。しかも今日はなんと普段とはちょっと違う格好をしてるんです。それではみんなでドアラを呼びましょう。せーの、ドアラさあ今日はサンタの格好で来てくれました。ドアラサンタの登場です。拍手。それはプレゼントかな。なんか袋も持ってきてくれましたねどうですか、ちょっとセクシーなドアラサンタ似合ってるかな。サンタさん似合ってる。そうだね似合ってるって。ドアラよかったねぜひあの写真も撮っていってくださいねあんまなんか変な格好しないでねはい、さあそれでは今日はですね、ドアラサンタがねプレゼント持ってきてくれたということで、クイズなどして遊んでいきたいんですが、その前にね、せっかくだからね、ドアラサンタと一緒にお話をしていこうかなと思います。じゃあね、ドアラサンタにはこのスケッチブックを持ってもらいまして、サンタさん、あ、こっち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 はい、さあさあさあ、みんななんかドアラサンタさんに聞きたいことある？なんか聞きたい？あ、なんか書いてるね。うん？なに？サンタではありません。サンタではありません。なんで否定するの、そこ。今日ドアラサンタじゃないの。さっきあのね、店内のアナウンスでもなんか今日はドアラサンタにプレゼントをもらおうを開催しますって言ってたよあれ違うのかなでもサンタさんのね、格好してきてくれてますしね。はい。名前変えてませんということで、まあ、ドアラはドアラということね。はい、わかりました。はい、ドアラがね、じゃあ今日はドアラ、サンタの格好をしたドアラですね。そう、そういうことね。はい、わかりました。じゃあ、せっかくだからクリスマスのお話でも聞こうかな。であのさっきね、ドアラはクリスマス何してるのって聞いたら、みんなにプレゼント配るって言ってたね言ってたね。でなんかうんうんってなってるけど、じゃあちなみにドアラはクリスマスプレゼント、もしサンタさんにもらえるとしたら何が欲しいですかね。いい質問でしょ。何が欲しいんだろうね、ドアラはね。はい、かけたいいのかけたの。はい、皆さんの笑顔です。うーありがとうね。でもいつももうまだ終わってないですよ。いいこと言ったけどね。はいね、クリスマスプレゼントに欲しいのは皆さんの笑顔ですということでね、いつも笑顔たくさんもらってるけど、クリスマスにもね、さらにたくさんの皆さんの笑顔ね、くれるともらえるといいですね。シリーだってねでもね、みんなも笑顔になって、そしてドアラもそれもらって嬉しくなってってなったら、みんなでね、クリスマスも楽しくなるね。あれごめん、なんか変なこと言ったかな変なこと言ってないよね。でみんな笑顔で、それプレゼントでドアラもらったらドアラも嬉しくてね、素敵なクリスマスになるといいですね。さあちなみにですね、今日じゃない、昨日ですね、ここ1階の食品売り場がリニューアルオープンしたんですよ。知ってます？知らなかった？そう、10周年ということでね、あの昨日からリニューアルしてるんですけれども、あの食品売り場、お惣菜がまた充実してるみたいなんですよ。ドアラ好きなお惣菜とかある？あ、
とかもしたいなって思うんだけどね。とあらがこの辺ではお惣菜は探してもないと思うんだけど、なんか好きなお惣菜とかありますか？お、ね、皆さんはもう食品売り場行ったかな。お、ニラレバレバニラ、ニラレバレバニラ、どっちもニラとレバーですね。あ、ニラレバレバニラ、お、なんかね、精がつくものがね、欲してんのか、なんかイマイチだった、シーンになっちゃった大丈夫ですよ、別にお話ししてるだけだからねあんまりイマイチだったみたいですけれども、まあね、ノアラがね、レバニラ気になってるみたいですが、他にも本当にたくさんのお惣菜あるので、よかったら皆さんこの後は食品売り場の方もね、見ていて、お買い物も楽しんでいってください。さあ、それではここからはノアラと、ノアラ行くの、明日また後でね、はい、ドアラと一緒にクイズ大会をしていきたいと思います。さあ、今からクイズを出しますので、お答えが分かった人その場で、はいと手を挙げてください。さあ、そう、そんな感じ、ね、まだいいですよ、今の練習だからね手を挙げてくれた人の中から一人、代表の人、このステージでお答えを聞いていきたいと思います。はい、はい、答えください。はい、お答えは何？名前教えてくれた？ありがとうね、お答え、お名前教えてくれましたおめでとうございます、ありがとう、あげちゃう、あげるあれ、ポッケに入ってるのだけあげてて、あげちゃう違う、ドアラね、地球って書いてありますよ。
ね、ノアラの尻尾、地球シーン。地味じゃない、そんなことないよ。でもね、ノアラの尻尾は野球のボールということで、見せてもらってもいい尻尾。やだ、やめとくみたいです。またの機会にぜひ見てください。はい、ということで野球のボールで大正解でした。それでは次のクイズいきましょう。ではクイズ第2問。お姉さん大事なのを忘れちゃった、実はですね、1階にあるイートインスペースにあるコーヒーが売ってます。じゃあこれなんですけれども、さあここに乗ってるキャラクター誰でしょうか。ホニャララのコーヒー愛というものです。わかるかな、わらわかるかな。じゃあ誰か答えてもらいましょう。誰にしようかな。はい、すごい元気いっぱいだね。誰誰がいい。あっちだね。いや、帽子上に上げてる。僕おいで。はい、どうぞ。じゃあドアラのお隣にどうぞ。みんなの方見てください。こんにちは。こんにちは。はい、じゃあお答え聞きますが、ドアラがなんか見せてるけど、ね、これヒントじゃないかもしれません。はい、それではこれは何のキャラクターがついたコーヒーでしょうか。ドアラ。ドアラ。じゃあめくってみますよ。じゃん。大書いてあった。見えた。ドアラが書いてたの。ねえ、ねえおって書いてあったね。ネオ電車乗ってません。ドアラのです。はい、ということでプレゼントです。もう一度大きな拍手をお願いします。拍手できたから。ねえ、ドアラのあのコーヒーね、プレゼントもらって帰っちゃったから ね、握手もしてもらいたいので、ぜひ皆さん今度からプレゼントもらった人は覚えておいてということで、握手もぜひしてくださいね。はい、さあドアラの、ね、コーヒー愛は、ね、イートインスペースで販売してますので、ぜひこちらもお買い求めください。ドアラ次行ってもいいかな。行ってみようね。はい、それでは行きます。クイズ第3問。ね、さっき、あ、ちょっとお姉さん、ちょっと言っちゃいけないこと言ったかもしれない。次の問題は今年ドラフト1位指名の選手。ちょっとね、さっきちょっと言っちゃった。さっきに今なんか誰でしょう。あ、ねえ、簡単になっちゃったねこれね。もう用意してるけど答え聞きますね。今年ドラフト1位指名の選手の名前誰ですか。根尾明です。根尾明選手、大正解です。拍手。はい、ではプレゼント持てる。これ持って、さっきドアラが言ってたけど握手したいんだよね。握手できるのかなこれね。あ、できました。はい、ドアラと握手ということで、皆さんもう一回大きな拍手をね。ね、フッピールームでがちょっと滑りやすいので落とさないようにね。はい、ということでおめでとうございます。見事に大正解でした。さあ、それではまだまだクイズやっていきたいと思います。ちょっと時間もありますけれども、それではクイズ第4問かな。じゃあね、今度はここエアポートウォークに関するクイズを出します。
実はここのエアポートウォーク名古屋にはイメージカラーというものがあるんです。さあ何色か分かりますか？分かる人はーい。ちなみにドラゴンズと同じ色なんですよ。じゃあドアラ誰に答えてもらおうかな。両手で振ってね、アピールしてくれました。さあここエアポートウォーク名古屋は黄色がテーマのカラーなんでしょうね。裸足でもいいよ、ちょっとあれかもしれないけど。渡すの早い。今からまだ答えを聞きますからね。はい、こんにちは。こんにちは。ちょっと緊張してる？大丈夫だね、大丈夫だよ、落ち着いて、ドアラもついてるから。さあ、それではここエアポートウォーク名古屋のイメージカラーは何色でしょうか？青色。お客さんに背向けてます。青色、大正解です。拍手。よかった。ではプレゼントと握手もして、はい、どうもありがとうございます。大きな拍手をお願いします。落ちちゃったよ。はい。はい、気をつけて戻ってね。また大丈夫？はい。ということでね、ちょっと緊張してたみたいだね。やっぱりね、大好きなドアラの前だしね、みんなも見てるし、ちょっと緊張しちゃうよね。ね、そうだね。でも勇気持って答えてくれました。さあ、それでは次の問題いきたいと思います。次がラストですよ。ではクイズ第5問。先ほどもお姉さんから何度か言いましたが、ここエアポートウォーク名古屋は何周年でしょうか？明るい人はーい。だから今度誰にしようか。はい、これが最後になります。こんにちは。いや危ない、ね、じゃあちょっと遠くから聞くね。はい、ここエアポートウォーク名古屋は何周年でしょうか？10周年。10周年、大正解です。拍手。はい、ここで最後もね、見事に大正解。回ってない、回ってないよね。そうそうそう。はい、素晴らしいダンス、ありがとうございます。はい、それではプレゼントもお渡ししましょう。はい、フッピーラムですね。はい、おめでとうございます。大きな拍手をお願いします。よかったね、最後すごく元気なお友達でね。はい、ということでね、10周年ですのでね、ぜひ皆さんこれからもエアポートウォーク名古屋をよろしくお願いします。さあ、ということでね、あっという間にお時間が来てしまいました。ここで、クイズは終了ですが、じゃあ最後にドアラからみんなに一言。そう、さっきね、1回目にはやらなかったんだけど、実はね、これもね、台本にはあったんですよ。そう、1回目ちょっと時間かかっちゃってね、最後に良いお年を。早いかもしれませんけれどもね、良いクリスマス、そして良いお年を。はい、これでいいですか？大丈夫？はい、解散。解散じゃないです。はい、ではここでクイズ大会
回の方、そしてこちらのステージの方は終了とさせていただきます。ありがとうございました。さあ、それではこの後はドアラとのハイタッチ会です。ハイタッチの剣を持っている人、参加権を持っている人のみ参加することができますので、剣を持っている人は今からですね、移動をお願いします。ではですね、前の青いシートの上の方から移動させていただきたいと思います。皆さん一度ですね、後ろ、また周りの方に出ていきまして、それでぐるっと回ってですね、ステージの右側に列を作ってまいります。こちら側から集中すると列ができなくなってしまいますので、周りから、列に並んでいただきますようお願いします。青いシートの上の皆さんで剣を持っている人、ステージの右側に列を作ってまいります。どうぞ移動をお願いします。